後ろがやりますか。あ、後ろ、後ろお願いします。適当にガシャガシャやっちゃっていいんで。ギャル完成。かわいい。これインスタフォロワー1万いくわ。あ、そういうのいらないですよ。それ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 。やばいやばい、狙ってる。怖い。怖いよ。サムネじゃないですか。来た来た、雇いちゃった。髪切れだけ見て。マジ？やば。怖っ。すごいな。俺が前から歩いてきて気づかないおっさんってやばい。皆さん、今日の意気込みを。やっぱり特殊部隊として呼ばれてるんで、全員キルします。はい。主人公、お願いします。ダメじゃん。キュンです。おお、あ、やべ、スキル出し始めた。さあ、これからスタートします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きます。 OK です。もう掴んじゃう。あ、ちょっと待って、あばーん、あれか。あ、なるほど。うわぁ、隊長。ありがとう。完璧。なんで、なんで今の感じ。そうそう。ストップ。このだけよ。うん。超ゴール。赤ハーブ、緑ハーブ、超ゴール。いやボス戦疲れましたね。あ、マジ疲れたね。どう金田君最近。そうですね、やっぱゾンビとか。俺もウェスカーみたいになりたいんで。あ、ウェスカーさんやっぱね、結構あのやり手だから。そうそうそう、弾避けれるのかっけえです。あ、確かに。俺ね、アンブレラ社一回面接行ったんだけど、はい、やっぱね、ハート厳しかった。ここね、実はね、 AKA 心霊スポットだから、ね、なんか映ってるかもね。確かに。ゾンビ以外に映ってたらコメントしてください。お願いします。ボッコボコにされたけど、では、乾杯系お疲れ様でーす。イエーイ。あ、交代持ちだ。来てんだよ、すぐそこまで。すぐそこまで来てる。頼むって、乗せてくれ、俺も。頼むって俺も乗せてくれ。もう来てんです。Rスティックでいいよ。うん、オッケー。で、こっちからなる、は、入って、いやー、よかった、取れた。いやー、あんな綺麗なんですね、夜景。今までで一番楽しいんですけど。あ、本当ですか。え、今までもあったんですか、なんか。え、怖い怖い怖い。どうぞ。わかんない、なんか泣いてる。撮影して、あ、一つがあったの。手があるね。
引っかかるわ。プロのメイクを施していただきます。今日ドキドキします。結構走る。うん。ありがとう。助かったわ。ありがとう。危ない。ゆっくり。じゃあ行きます。うわぁ歌ないでくれ。せーの。あいつさえ高い。で、やっちゃったりは、さっきのバトルしようとしてたけど、一回もない。よし。中も取っちゃおうか、そのまま。曲がって OK です。ありがとうございます。最後の最後までゾンビありがとうございました。一番しぶとい。じゃあここはカンタで行こうか。やめです。セルフゾンビメイクしてみた。ゾンビ一人確認、ハンドガンの弾ゲット、ライズ会場行く、ゾンビ倒す、いきます。いくよー。よーい、スタート。あ、もう一回だ。すいません。右肩からね。右肩から。バンバン。面白い。じゃあステファニーと目を合わせたいと思います。はい。照明いりますか。だってあ、照明はいい欲しいです。明日ワンが公開されます。いや緊張しますね。そうですね。次は俺が主人公。それもバージョンも期待したい。いや、いつもお世話になってる皆さんですね。お疲れ様です。よかった。兄の研究は止めさせない。きれいきれい。うわうわさせ。うわうわ、かわいくてつない。あ、やっぱ普通の人だ。そこ切るんだ。実際俺もゾンビだらけになった方がいいと思ってる。ゴーリアルダメ。今バイオハザードシリーズの第5話を、バイオハザードシリーズの第5話を撮っていきます。はい、あれですね、あの敵キャラに潜入してきて、はい、ホストが新人っていう設定らしいんで、で僕らはここのスクラブのキャストっていう、まあ現実とは変わりないんですけど、はい、でこれ刺したらまた無表情に戻ってもらって、さあ、はい、ホストクラブ編の緊張します。まあこの後大物ゲストもね控えてますからね。でこれ笑って、あ、これ開けっぱなし、うん、あ、緩みだったら絶対出しても、衣装が結構カチッとなんで。そうっすよ、わかりました。いや、よかった。全然デビュー。急な、急な一体感が。さっきもモブだったのね。はい、もう終わりましたか。モブ改善しました。改善しました。次なんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあちょっともう僕たちもいらっしゃる。はい、始めました。僕はホストなんで、やって生まれるような遊びです。はい、どうぞ。はい、来てください。では、はい、はい、もう一回死体役、頑張ります。ありがとうございます。
1、2、3、ちゃんと指が出せるよう頑張ります。ありがとうございます。痛かった、ヘケ。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、伏線回収ということで、今回シリーズ通して6話ですね、なかなかの超大作になってるんですけど、この第1話から田口さん出演に関する伏線を張らせていただいております。その数なんと8個。これ多分一つも気づけない人いたんじゃないかなって思うんですけど、まあここでいい機会なので一つずつ紹介していきたいと思います。まずはじめはこのシーンの次のカットで飛行機飛んでますね。でこちら11月29日とありますが、この日田口さんの誕生日なんです。でこの誕生日絡みの伏線何個かあるんですけども、まずここの1129、そして次の1129も田口さんの誕生日から来ています。こちらのアイテムを拾うシーンなんですが、この地図、チグタ渓谷、これ田口のただ逆さ読みですね。さあ次はステファニーがレオを呼ぶシーン。このシーンで学校の名前が明らかになります。この相模原学園、これは田口さんの出身地が神奈川県相模原市だからです。そしてこの黒板の数字、これも先ほど出た誕生日絡みの伏線になります。で暗号をもとに解いていくんですが、ここでも1985年と田口さんの誕生年が出ています。そしてこちらのステファニーの正体を明かすシーン、警視庁イノタル署とありますが、これは所属するアーティスト事務所インモータルというところから来ています。でこちらのイリーデ研究所なんですが、これは入り口出口田口から来ています。そしてここ最後になるんですが TGC アルファベットの記号、これは単純に田口さんの名字の頭文字を取っています。さあいかがでしたでしょうか。多分0個だったと思います。難しいですよね。そこで調子に乗った僕たちは田口さんにサプライズを仕掛けてしまいました。動きながらストップでタクシー。ああ、瞬間移動か。これ。うん。あの世で死んだ奴らに詫びないでほしいな。これで生き返るんだな。撮影協力ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとありがとう、はい、僕たちからの今ぜひ見ていいの、はい、見てください今ちょっと、うん、メイキングとしてごめんなさい、ね、びっくりした。いやもう、うん、まあまあまあいいけどいいけどって思ってたけど、マジかよ。およかった。マジで。あちょっと俺がツイッターでエアポッド欲しいなって言ったらマジか、ありがとう。保証もついて、もうなんかすごい俺今回ね撮影ね出てくださいって全然俺本当にもう気持ちよく出たかったからむしろ、だからもう本当逆にありがたかったんだけどこんなプレゼントまでもらっちゃった。いやいやいや
っとどういう風に渡そうかっていうのがずっとそこに入れてた。あ、それでね。そうだ。あなたたちね、面白い、奥が深いよ、やっぱり。いや、嬉しいな。シリーズもさ、やっぱり面白いこと考えてるね、普段からサプライズありがとう、マジで。ありがとうございます。いや、もうマジでありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。まあ、あの、もう本編はバチバチにかまわしてあるんで、ね、超出来上がり楽しみだね。いや、本当ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。やった、超ハッピーなんだけど。あんな役やったらめちゃめちゃハッピーなんだけど。いや、ちょっと自分も緊張しました。持ってたらどうしよう。あの、同じ画角に僕も入っていいですか。ぜひぜひ。やば、ストーリースタイルいけたかということで、はい、ドッキリ。いやー、もう最高、駒沢アイソレーション、イエーイ。ドッキリ成功、ドッキリ大成功。田口さん、ありがとう。いや、ありがとう。いや、早く見たいな、今のシーンを。早くメイキングにしたい。ごめんなさい、ちょっと残しちゃってすみません。超嬉しい。やったー、こっち次なんだ。プロじゃん。はい、あの、無音の世界を楽しみ。ありがとう、お疲れした。ありがとうございました。もう演技で見せる。演技で見せる。男っぽい。ここからスタートで、はい、ここから降りてきたけど、でこっち行きます。うん、左も殺したいと。じゃあ、チグニー。オッケーでーす。エイス。エイス。あ、すみません、ありがとうございます。お、これで全カット。はい、失礼します。今日もね、オンタイムオンタイムでした。どうも、初日見でーす。お疲れ様でーす。いや、今回ね、このカメラ新しくなって、さらに重量アップアップで重いね。いや、めっちゃ重いっす。いや、でもその分いい映像撮れたと思うんで。確かに。知らんけない。あ、そうか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 。ありがとうございました。作中ではね、田口グランパークなんで。そりゃそりゃ。はい、今日いや、もう今日もっていうか、もういつもいつも皆様ありがとうございます。ありがとうございます。宇藤さんももうね、血だらけ。すいません、本当に今日は影の主役、めちゃくちゃ助かりました。しょうまさん、ありがとうございます。最高の出来にこれから仕上げていきます。いやー、楽しみです。ありがとうございます。